次行こう。次、新しいやつ。これ。What China gets wrong? ソミア入ってないよね。あ、いますよ。あ、いるの。あなたいつから入ってんの。いや、多分始まって3分5分ぐらい。あ、本当はそうだった。わかった。質問があったりしてちょうだいね。で、今日は2つ目のテーマで入ります。あの質問がない。What China gets wrong? 中国が何を取り違えているのか。gets wrong って取り違えるとか、もしくは間違えるとかっていう。これ今日はね、これコロナの話ですね。コロナで上海なんかもう2週間ぐらいロックダウンしてて、あの住民が大騒ぎしてて、食料とか医療がもう全然届かないんで、いやー、このまま続けてたらもう政府どうなんですかねというような状況ですけど、それに対するまあ記事です。The pandemic, the economy and the war in Ukraine。 コロナと経済、そしてウクライナ戦争。これは確かコロナだけだと思いますけどね。It's often said that China's government plans decades ahead, carefully playing the long game as democracies flip-flop and dither. Flip-flop というのはね、あの決定政策を、決定を変えるとか、政策を変えるとか、180度方向転換する flip-flop。それから dither というのはね、躊躇するとか、おろおろする。しばしば言われてきているのは、中国の政府はあの10年先を計画して、そして注意深く、長いゲームを演ずる、ディモクラシー、民主主義諸国が決定をフラフラして、躊躇している一方で、中国政府は長いゲームを演じる、注意深く演じていると。But in Shanghai right now, there is not much sign of strategic genius. しかしね、上海では right now 現在ね、あの戦略的なジーニアス、これはですね、天才ですね。天性、天賦の才能。天才、戦略的な天才の兆候が全くない。上海ではね。Even as the rest of the world have reopened, 25 million people are in a citywide lockdown, trapped in their apartments and facing food and medical shortages that not even China's censorscan cover up。 あの、世界、レストオブザワールド、世界が再開してるにもかかわらず、イブナーズ再開してるにもかかわらず、25 million people、 これ上海の人口ね、2500万の人々は、あの全市のロックダウンの中にあって、シティワイド全市のロックダウンの中にあって、彼らのアパートメントに閉じ込められ、トラップ閉じ込められていて、食料と医薬の、欠乏に直面していて、それは中国のセンサー。センサーってね、あれですよ、あの、監督、なんていうのかな、あの、検閲局、中国の検閲局でさえ、カバーアップ、取り締まることができない。だから要するに、あまりにもですね、この食料とか医薬品とかいうそのロックダウンによるね、規制が激しいので、あの上海の人たちがですね、インターネットに苦情をアップしてるんですね。その数が多すぎるんで、あの中国のね、センサー、取締り当局が、あの消しきれない、カバーアップ削除しきれない、隠しきれない、ね、で The Zero COVID Policy
has become a dead end from which the Communist Party has no quick exit。 あとゼロコロナ政策って有名ですよね、中国の。コロナが一人も出たら閉鎖するってですね。ゼロコロナ政策はあのデッドエンド、行き詰まってしまった。その行き詰まりから、共産党は直ちに出口が持つことは できない、出口がないということですね。 It's one of a trio of problems faced by China this year alongside misfiring economy and war in Ukraine。 3つの、ね、問題の一つ、これはね、あのコロナ、ゼロコロナ政策ね、3つの問題一つ、中国がフェイスバイチャイナ、中国を直面している this year、 今年ね、アロングサイドのとともにミスファイアリングエコノミー。ミスファイアリングというのはあの失敗するとか不発に終わるとか、ミスファイアで打ち損ねる、うまくいかない経済と、それがウクライナ戦争とともに、アロングサイドともに。で、You may think they are unconnected。 あなたはね、この3つが関係してない、結びついていないと思うかもしれないが、But China's response to each has common root。 中国のこのそれぞれに対する応対の仕方は共通の根を持っている。で、Swagger and hubris in public。スワガーというのは威張って歩く、ふんぞり返って歩く、横柄な態度、スワガー。あと、シュブリスはね、傲慢。だから、横柄な態度、要するに、横柄な態度と傲慢さ、ね。インパブリック。インパブリックは、公に、外向きでは、公に。Obsession with control in private。内向きでは、管理に対して、管理に対する執着。だから、コロナが一人とも出たら、ロックダウンしちゃうと、そういう意味で。だから、執着。Obsession with control in private。And dubious result。dubious というのはね、これは、疑わしいと思う。疑わしい結果となっている。だから、今のこの中国のその、表向きのね、傲慢な態度、内向きではね、まあ、管理の厳格な管理、それがいかがわしい結果をもたらしている、そういう意味ですね。 Undubious result rather than being the product of statecraft with the Yellow Emperor's time horizon。 これ Yellow Emperor って昔の何千年も前の歴史前の皇帝、黄色い皇帝の時間軸で、での、ステートクラフトって政治的手腕の、成果、プロダクト。成果というよりむしろ、これ、イエローエンペラーの時代っていうのは、政治がうまく収まっていたっていうことなんですよね、この時代はね。伝説の。China's actions reflect an authoritarian system under Xi Jinping that struggles to calibrate policy or admit when it's wrong。 カリブレートというのは調整する、決める。中国のアクション、行動は、が、オーソリタリアン、先制主義、独裁政権のシステム、習近平下の独裁政権システム、を反映している。で、どういうふうに反映しているかというと、政策を調整したり、間違っている時を、間違っていることを認めることに対してもがいている。だから、政策をカリブレート、調整したり、もしくは間違っていることを認めることに対して、もがいている。だから認めようとしないということですね。今回明らかに、だからコロナ対策が
間違ってるんですけどね、政府が認めようとしないというんです。This is a year for China's president when everything has to follow the script. 中国のプレゼント、主席、すべてが書いたスクリプト、書いた通りに従わなければならないとき、中国の主席にとって、That is a、筋書き通りに進まなければならないの、これは中国の大統領にとって、中国の主席にとっての、これが年だ。筋が、everything has to follow the script。筋書き通りに進まなければ、ならない時の主席の、やり方だと。This is the year。それで、in the autumn, he is expected to use a five-year party congress to launch a third term as a chief in defiance of norms that he step aside after two and opening a pathway to lifelong rule。 デフィアンスというのは反抗的な態度、挑戦だから、この秋に彼は5年に一度の党大会を利用するつもりだが、それは、主席として第3期を始めるために To launch a third term as chief in defiance というのは反抗して挑戦して norms 基準に挑戦する。どういう基準に挑戦するかというと、彼は2期の後の2期の後に、ステップアサイドアフター2、これステップアサイドって何て言うんだろう、みたいな感じなんですか。うん、そんな意味でね、2期が終わってからって感じかな。2期が終わってから、オープニングパスウェイトライフロン、生涯勤めることができるルールに対するパスウェイ、道を開こうと。このオープニングはどこに行かんのかな。Defiance norms that he step aside after two and opening。 このオープニングどこに変わるのかな、ちょっと待って。 Launch a third term as a chief。 In defiance of norms 基準に反して。 In defiance of norms。 In defiance of norms反抗して、基準に反抗して。That he stepped aside after two and opening a pathway to lifelong rule。 このオープニングはどこに行くかちょっと分かんないな。要するに障害の規則、一生進められる規則に対する、方向に開こうということを Launch の後かな、 Launch opening かな。 Certain and open pathway。 そういう感じかな。 For the coronation to go smoothly。 Coronation というのが戴冠式、皇帝の戴冠式。 For the coronation to go smoothly China must be stable and successfully。 中国は安定して成功しなければならないということだね。In some ways、 ある点では、 In some ways Mr. Xi has triumphed。 習近平は勝利してきている。
The propagandist, propaganda を唱える人たち、propagandist can boast of a COVID-19 mortality rate、コロナの死亡率を自慢してきた、することができる。That is the lowest of any big country。どこの大国よりも最低だと、ね。And an economy that has grown by more than any other in the G20 since 2018, 2018年以来、G20 の中でどこよりも、どこよりも多く成長してきた経済がね、エコノミー成長してきた経済 has grown by more than any other。 それで as Europe descend in war、 これ descend ってのは落ちるって、悪い状態に落ちる。でヨーロッパは、戦争に陥っていて、China stands apart from secure, apart and secure. 中国は離れていて安全に立っている、安全である。With a growing nuclear arsenal and muscle and money to project power from Pacific to the Caribbean, 太平洋からカリビアに至るまでの、権力を誇示する、プロジェクトパワー。誇示するための、ヌークリアアーセナル、核兵器、増大する核兵器。それと、筋肉と筋力と金を持っている。で、中国は離れていて安全だと。スタンド、アバータンスキュア。このパシフィックからカリビアンまでのかかるのはニュークリアアーセナルじゃなくて、マッスル&マネーの方ですね。で、ここはこれで終わりで次行きましょう。